こんばんは。不幸にする親、ダンニューハースの本を元にお話しします。今回のテーマは、あなたが人との交流が苦手な理由についてです。それは、あなた自身の問題ではなく、毒親のせいだったんですよ。子供の感情をコントロールしようとする毒親の手口だったんです。あなたが子供の頃に親から受けた 記憶ありませんか自分の生じた感情を否定されたり、指図されたり、笑われたり取り合わないなどされた記憶なかったですかそういうことがあると、子供っていうのは他人の強い感情に接した時にうまく対応ができなくなります。例えば、コンビニのレジ打ちのアルバイトをしていたとしましょう。 その時にお客さんがすごくイライラしてやってきました。不愛想だし早くしてくれっていう圧を感じます。そうするとあなたはドキドキしちゃって緊張したくて怖くなっちゃって逆に慌てて失敗したりレジを打ち間違えたりしてお客さんを怒らせてしまった。そんな嫌な経験ありませんかそれはあなたのせいではなく毒親のせいだったんです。 今日はこれで終わります。漢方薬剤師心理カウンセラー梅垣まゆみがお届けしました。チャンネル登録もお願いします。